こんにちは野原ですすどうもよろししくお願いしますちょっと、第一人者ではないのであの、そこはだけ訂正させてください。別あの決して第一人者ではございません。端くれ、スミス研究者の端くれとして、えーとまあ、報告させていただきます。うん、ちょっと冒頭説明がございましたけれども、東京大学の、えー、経済学部図書館は、全身の経済統計資料室が1900年に設置され、それ以降、 多地の拠点として機能ししてままいりました、えー、地の拠点としての経済学部図書館経済学部資料室の増誌の中からそのコレクションを、えー、紹介させていただきたいと思います。えーまあ、その際に、えー、特にまあ注目したいのが先ほどこあの説明がございました図書館のうちの資料部門ですね資料部門について少しご紹介させていただきます。というのも 日本において経済学部系の図書館で、えー、と資料の収集保存、資料の保存とか調査機能を持っているところってほとんどないんです、実はね。もちろん図書,図書,図書館というのは普通図書、まあ、図書館をまあ寄贈したりとか、場合によって寄贈してもらったりとか、あるいは図書をまああの購入して、そしてまあ図書館でまあ管理、保存し、えー、そして事業者に貸し出すというのが普通の図書館機能ですけど、それ以外に実はね、 えー資料の、えー、寄贈資料の選定収集資料の修復紙製本に関する研究っていわゆる調査研究部門っていうのを経済学部部門で行っているところは実は日本でごくわずかしかないでまあおそらくは、まあ、一橋さんとうちの東大ぐらいしかあまり私は知らないですねでまあそれぐらい珍しいのでちょっとなじみがないかもしれないんで少しそこを紹介させていただきます。 でまあ、何をやってるかっていうと資料ってまずまあ外からまあ寄贈されたりとかまあ運ばれてきたりってくるとまず二酸化炭素で資料を燻蒸するんですね。でこれによってまあ本って虫がいますよね。本で虫がいて殺菌したりする。でそういうことをまずやっているわけですね。でその上でまあなんていうか古文書日本の古文書なんかの場合は資料の修復をしたりしているわけです。 でこういった作業を、まあ、専門家がないとこれできないんですね。ところが日本の大学で中津国経済学系の図書館ではこういった修復の専門家ほとんど雇ってないんですね。でまあうちなんかでも結局あれですよねそのあのまあ経済学部図書館の一部門として主料図あるわけですけども。 資料室っていうのは、まあ、予算的に実は図書館からね、あの資料の購入費はもらっているわけですけど、それ以外は独立して、つまりえ人件費は自分のところでまあ予算申請したりしなきゃいけないので、なかなかそれがどうもね、あの大変らしいというようなことはらしいですけど、まあ、いずれによね、そういったまああの人の、手荘の手が関わることなんです、これはねで。そういう資料の修復なんかもやっていると。 でそういうだけじゃなくてデジタル化もやってるわけですねで。自前でデジタル化をして、例えばアダム・スミス文庫に関して申しますと、大体いい資料の約6割から7割ぐらいにかけては、もう現在さあのデジタル化されております。で、あるいは、えー、まあ、もうちょっとかあの細かく紙の繊維観察なんかもするんです。それで大体、どういったね、大体、産地が、紙の産地がどことか、 えー、年代がどうとか大体日本に関しては分かるようになったそうですねまあ海外に関しても調査研究している最中ということだそうでございますでいずれにせよあすいませんでそういうことでまあ経済学部資料室っていうのはそういうこともしていて例えばその他にも例えば資料のあの資料をまあいろいろ企業から寄付してもらったりもして例えば長銀ですよね日本長期信用銀行の資料っていうのは東京大学経済学部資料室に残って あの寄贈されておありますよ、ねでまあ日本の企業資料っていうのはね結局まあ企業なんかがなかなか自分の自前で出したが自分で持ってる資料を出したがらないんですねということもあって、まあ、近年は中属コンプライアンスの問題がございましてでなかなか自分とこの、まあ、資料情報っていうのを外に出したがらないでだから20世紀後半以降の企業が何をしていたかって実は本当わ分からない部分が多いんですね。 でここの図書館というのは、単に専門家がいますので、えー、この部分は公開してもいいよとか、この部分は公開し,しないでくださいということは、まあ一応、先方と相談しながらね、えー、そういったまああの資料を、まあえー、基礎を受けるってい、そういった機能がある。だからそれが非常に専門家が必要なところなんですね。でそういうことで、例えば横浜賞金銀行ですとか、 えー、旧,長期旧日本長期信用銀行の資料を、まあ、あの引き受けているということでございます。その他にもいろんな申し出があるわけですけども、やっぱりね、全部資料を受け入れるわけにはいかないわけですね。でその際、例えば、まあ、あの何が貴重で何が重要かをまあ判別しないと、そういうまあ目利きが必要なそう専門家としての知識が必要なんですね。で、これがなかなか専門家じゃないとできない。というのは、 例えばし、ね、まあの綺麗な非常に美しい何かの禅宗があるとしたらそれを大抵遺族の方は残し置いといたりするんですね。ところがそういうものは得てしてあの、まあ、全国いっぱい図書館にあるので残別に珍しくないんですねところが日記とか、ね、あのメモとかなんかちょっとした紙切れみたいなものは、ね、遺族の方は捨ててしまう場合があるんですけども、えー、実はそれが一定もので非常に貴重だったりする。 でそういったことを含めてね、何が貴重かっていうことをしあのまずあの、まずそういったことを、まあ、あのせあの目利きというか、専門家が必要であるということ。で、それでそういった上で資料というものを、えー、どれを引き受けるべきか、あるいは引き受けたどれを公開するかしないかっていうことをまず判定しなきゃいけない。で、これは専門的知識が必要なんですね。で、その上でさらに、まあ、先ほど申し上げご紹介いたしましたようなプロセスでもって、 え資料の,まああのえ公開に向けたいろんなねあのあの資料の整備ということもしています。それでまあ中づく資料が傷んだ場合は修復、傷んでいれば修復もしますし、経済学需要をは他の図書館から資料を預かって、傷んだ資料の修復も実はしているんですね。したがって、図書館機能のにとっては非常に重要に、えー、と長銀資料、ここにない,い。すみません、ま、間違いない、町銀じゃない、山一証券でした、失礼いたしました。 長銀じゃなくて山一証券ですねすいません長銀はあの引き受けの失敗した方だったということです。はい、で、まあ、山一証券ですね、ということがあって、それで、まああのまあ、いろんな形で資料を引き受けているわけですね。で、まあ、そういう形でね、なんていうかな、あのあの日,本日本の、まあ、経済学部資料室、日本の中の,この東大経済学部資料室というのは非常に、ね、あの貴重な拠点であるということ。 だと思うんですけど、まあいずれそういう形であるということです。で続いてエンゲル文庫の説明に移りましょう。で、エンゲル文庫というのは、まあ高野岩三郎がという。まあ、統計学者でまあ、社会運動家としての方が有名かもしれません。で、まあ、マルクス主義的な運動もで有名なのかもしれませんけど、まあいずれにせよそういう人ですけどもで1899年にドイツに留学します。 えと前に指導教授の松崎蔵之助よりもよりヨーロッパで著名な統計学者の文庫が売り出され売りに出たら大学に通知してほしいと依頼を受けますでミュンヘン到着後間もなくエルンスト・エンゲルのこれエンゲルケースで有名なやっぱり統計学者ですよね所蔵本が売り出されていることを知りで松崎にこれを通知大学から帰りたいというの返事が来ました えー、高野は書店を交通に交渉したがなかなかまとまらないが、まあ、1900年4月ライプツーヒで開営講者まとめ1万4000冊によるエンゲル文庫を買い入れられます。で今夜の年は東大法科大学に送られ、えー、これを契機に大学内に経済統計資料室が新設され土地に高野はその主任となります。でエンゲル文庫は 関東大震災で焼失したと信じられていましたが付属図書館の地下倉庫に千冊資格が集められているので奇跡的に残ることになります。で蔵書は歴史地理気候経済統計天文学気象学鉱物学栄養学工学鉱山学科学哲学工業農業言語文学と多岐にわたります。中でもエンゲルは統計学に転じる前に えー、最高賃金,金,金額を納めていただけあり、その方面が多いということです。で、また医学、食品学も多いということですね。で、まあ、それで今、あるいは経済学のいろんなあの本もあるっていうようなことで、まあ、あのまあ、非常に貴重なコレクションだということです。で、まあ、次にアダム・スミス文庫の説明ですけども、えー、アダム・スミス文庫と申しますのは、 で,1920年にニトですでグラスゴー大学と競り合ったそうですけどもまあグラスゴー大学によりまあ値段が高かったそうででまあ結局まあ買い入れたわけですね。でグラスゴー大学はまあかどっかしまいまイギリスの大学はまあ,あの譲ってくれと日本に持ち帰ってくれるなと交渉したそうですけどまあニ,ニトベは首を縦に振らず結局まあ持ち帰って わけですねで東京大学に寄贈するっていうことになります。でアダム・スミスというスミス文庫の重要性って一体何なのかって言いますとアダム・スミスは生前に原稿を全て焼却処分してしまったがために、えー、著作以外の活動については分からない点が非常に多いんですね。で、まあ、著作とあるいは学生による講義の音と書簡を除いて正確にはそういうことになります。 でスミスの蔵書分析を通じて、まあ、これまでに分かっていなかったスミスの知的世界の全貌がわかるでこれがまあスミス文庫の重要性になってきますとりわけまあアダム・スミスは通常は経済学者として知られておりますで研究者は道徳政治を含む道徳哲学者スミスに着目しています しかし、蔵書分析から分かりましたのは、経済学の書は相当、まあ、あの、蔵書というのは別にスミス文庫に限らず、えー、東大総長文に限らず全体を通じてですが、全体を通じて経済学の書は相対的に少ない。で、道徳哲学者スミスに直接関連すると思われる道徳政治学の書も、また蔵書の大半を占めるというわけではないんですね。えー、全世界のスミス蔵書からお伺うのは、経済学、政治学、道徳法学のみならず、 文学史、芸術、緑黄旗、博物史など、えー、多岐にわたるスミスの知的関心というものがわ、えー、かるということですで。そこから伺えますのは経済学者スミスの知的世界を形作っているのは狭い意味での経済学の書のみでもまたもう少し広い道徳哲学の書のみでもなくはるかに広範な知の世界だということです。 でその背景を分析すると経済学者スミスの非経済学的起源が分かるということですよね。でもうちょっと言うと経済学の地の地平というのは経済学以外のスミスの知的世界を反映したものでもあるということですで。したがって経済学はどのような知的世界に基づくのかそれを知る手がか,かりを蔵書分析は与えてくれるというところが重要な点だと思います。でもうちょっとねあの広く、まあ、スミスの意義 というまあ、スミス自身にはやっぱりある人類史的な意義があるっていうことなので、えー、私は少しその点を 2, 2点にまとめてみましたで、まあ、スミス文庫の意義というか、まあ、もうちょっとスミスの意義とでも申しましょうかで1つはやっぱり学問と宗教の近代的決着の背景ということですねでまあ人類史においてまあ 宗教っていうのはか、ね、近現代以前では非常にまあ近現代のっていうのは要するにまあ宗教というのは個人の信仰の問題ですと。で宗教っていうのは個人の信仰の問題で、えー、それ以外のまあ世界の在り方とか人間の在り方社会の在り方を解明するのが学問の役割です。でこういうまあ役割分担をしているわけですけども。 でそういう役割分担っていうのは実は近代に生じたものでそれやっぱ啓蒙の時代に中賊そういった役割分担しようっていうことになったわけですね。でだけども近代以前っていうのは必ずしもそうではなかったわけですね。で中賊宗教において重要なのはやっぱり世界宗教の登場っていうもんですよね。それは、えー、それまでの宗教があの祖先を崇拝するとかあるいは地域の神様崇拝するとか自然崇拝するとか。 その人がどういった地域や集団に所属しているかによって、えー、上山お神様も異な,異なっていったわけですけれども、キリスト教やイスラム教、仏教といわれる世界宗教というのは特徴としては、えー、どの地域に住んでいようが、どういった出自であろうが、えー、どういった職業についていようが、神に救われる可能性があるとした、つまり世界中すべての人が救済の対象であるとしたのが、 世界宗教の大きな特徴、まあこれ、ヤスパースなんか言ってるわけですが、そういった特徴があるということです。で、これはまあ,あの、都市化っていう背景があるわけですよね。で、つまり、それまでそういった地域に住んでいた人っていうのがね、えー、都市にやってきたと。で、それはまあ、キリスト教の場合であれば、エルサレムだったらしイスラム教であれば、オアシスの,あのここ、商業都市であったらし仏教であれば、まあそういった。 えだろうね、北インド地方のまあ都市ということになります。都市国家ということになるんでしょうけど、まあ、いずれにせそういう形で、あのー、人類宗教というものは、何、あのー、て言うんでしょうね、えー、そういった形、世界宗教が形づかれたで。それはね、あの単に個人の生き方のみならず、えー、世界はどう動いているのかで、世界はどう想像されたのか、そしてその中で人,人間社会はどういうものであって、 人間ははどういういうに生ききるるべきかってこれ全てを実は説明する原理だったんですだから近代以前において、えー、学問っていうのはねの代わりに実は宗教というものが大きな世界を説明する原理として重要な原理を果たしていやもうちょっと正確に言うと学問自体が宗教と不可分という側面があったわけです。でそれに対して近代に入ると、えーまあ、特にフランあの啓蒙の主義時代以降ね やっぱりあの特に、まあ、あの厳密に言うと宗教改革以後ね宗教改革以前というのは神の代理人がローマカトリックキリスト教世界でローマカトリック教会の教皇だったわけで,でそれでもって、まあ、あの世界で一番偉い神の代理人として偉い人というような位置づけだったわけですけどで、まあまあ、プロテスタントが現れて宗教改革の時代に入るとそれが認められないと。 で共通の,まああの世界の支配者がいないっていうことで、まあ、じゃあ仮にねあの世の中で社会一番偉い人を国家にしようということで国家主権っていう発想が生まれるとでしかし国家間の争いはそれでは決着しないので,で、まあ、ずっと長く相争いをしていたとで。という歴史がヨーロッパではございますよね。 でまあ、中華族、重要なのはドイツ30年戦争の結果、まあ、1648年に結ばれたウェストファリア条約で、それでまあ国家主権、国家に主権があるっていうようなことになったわけですよね。で、これはやっぱりね、非常に重要なことで,で、だけど国家間の争いはやっぱりあの決着できないと。で、まず、あ、あるいは国,国,国家の内部での宗派間の対立もやっぱり、 なななかなか解消できないとでだからねあの学問というものがそういった世界全体を説明するあるいは人間の生き方を指し示す原理で人間がとかこう生きるべきだっていうことで全てを覆うんではなくって個人のあくまでも内面の良心の問題にし限定させてで人間社会とか世界とかは えー、学問そういう神とは関係のない形での学問で説明しようという役割分担っていうのがね非常に広まるきっかけとだったのはやっぱり啓蒙の時代になるわけですね。でちなみに言っておきましょうだから現代人にはアイデンティティクライシスが支出が生じやすいなぜならば生き方の問題は近代以前の社会は宗教が指し示すもので神のもとで人間はどう生きるかっていうふうにされていたのに、えー、現代ではね 何ていうかね近現代の決着、世俗化と呼ばれる決着では、えーまああの、それは個人の生き方の問題ですと、であなた自身が考えなさいというようなことで、アイデンティティが与えられないということになるわけですね。でだからまあ実は近代以前の宗教が与えていた時代というのは、神のもとでのアイデンティティというか形で、アイデンティティが比較的ね、まあ、あの神とかあるいは、 固定的な共同体っていう形で、神共同とか共同体という形でアイデンティティが非常に固定的である傾向にあったわけです。けれども、現代人はアイデンティティが非常に流動的でなりやすいんですね。例えばまあの話、トランプさんっていう人が出てきましたと。で、中国を敵だと言った。じゃあ、中国が敵視することにアメリカ人のアイデンティティがあるかのようになる。 で、20年ぐらい前の同時破壊化してるの時は、テロリスト対アメリカという形で、テロリストっていうことがまだ敵になってくる。それがアイデンティティになってくる。あるいは、アメリカ国内でって、ブラック・ライブズ・マターというような形で、まあ、えー、なんていうかな、出てきましたけど、まあ、要するに人種間でも対立があって、俺は白人だ、俺は黒人だとか、そういった人種というものがアイデンティティにもなりうる。つまりあの、現代人のアイデンティティというものは、 非常に移ろいやすい、そしてアイデンティティクライスが生じやすい。で例えば、まあまあ、人種問題であまり日本でそんなに問題になってないけど、日本でも問題になっているものであれば、例えば高齢者の生きがい問題ですよね。日本人の場合だったら、例えば仕事というものにアイデンティティを求める傾向にあるので、まあ、あの退職された後のあの方は、わりとアイデンティティクライスが生じやすいという傾向にある。 えー、そういうような形で現代人のそういった IDD クラスの問題にも結びつくようなねことが近代に生じたと言えるわけです。それは実はきっかけが啓蒙時代であったということですね。ではなぜそのような世俗的決着が行われたかっていうことが重要なわけですね。で進学と法学の分離っていうようなことがまずあって進学つまり法学っていうものは 神学とは別ですよということは、まあ、啓蒙の少し前にプーヴェンドルフという人が言い出したで。それに対してライプニッツという人はね、神様ということが、神様があの世でね、あの正義に反することを行った人を罰すると。で、そういうことが怖いから人は法律を守るのであってね、でそういったことが神学が背景にないと人は法律を守らないだろうとまあ言って、ライプニッツは批判するという形で、プーヴェンドルフとライプニッツで争うにもなるんですね。 でしかし、啓蒙の時代でやっぱりそういった形で進学っていうことは、まあ、あのより別のところが重要になってくる。例えば、えー、フランス啓蒙なんの、まあ、啓蒙ってもいろんな文脈があるわけですけどもで、フランス啓蒙の場合なんかだったらやっぱり進学ですよね。基礎の進学の体系というものがあってで、それはパリ大学とか大学であったりとか、教会にあったわけですねで。フランス啓蒙の人っていうのは、だいたいその、 教会とか大学のの外側の人が多いんですねでそういった既存の制度の外側で自分たちでそういった心理学に会議しながら自分たちであの世界とか社会を認識しようとする中から近代の学問が生まれてそれがやがて広がるっていうことになった。でまあその場合にやっぱりあの既存の進学ドグマへの会議とか距離っていうものがあって例えば PL ・ベールとか会議主義で有名なね えーまあ、会議主義ってピエール・ベール自身は非常に熱心な信仰者でしたけどマシオン神父っていう、まあ、この人はフランスのカトリックですけどやっぱりちょっとそういったドグマには批判的な人で,でプーベンドロフ、ピエール・ベールマシオンなんかスミス文庫にありますよね、えー、でとりわけその文脈で重要なのがデビッド・ヒュームの「トリティス・オブ・ヒューマン・ネイチャー」っていう本でこれは第一巻は東京大学に所蔵されておりますけどもでこの本は西洋史上を、まあ、初めて 厳密に言うとキリスト教が普及して以後,以後初めて神ということを全く持ち出さずに人間本性道徳ということを説明した書だと言われてるんです。だからこの本は異端として当時迫害され、まあ、あの非常にヒュームがまあ異端視される原因にもなったわけですよね。でまあそういったことを通じて、まあ、要するに えー、この啓蒙の時代にはね、あのー、非常にそういった基礎の進学や教,教会からの、まあ、会議というものがそうで例えばスコットランドならスコットランドでスコットランドのスミスも大学の先生でしたけどもただスコットランドの大学というところは、まあ、あの割とあの求心的というかそういった何、まあ、て言うかな非常に保守的というかそういった宗教的な立場の人ではなくって割とか当時としては解明的な 宗教的な立場の人が多かったと言われるんですねし、えー、従ってまあそういった形で、えー、既存の教会ドグマから少し距離を置く形での、えー、ところに現れてきたのは啓蒙主義という運動であったでそれが例えばスミスの蔵書なんかの場合はね、えー、比較的そういった、まあ、既存の教会ドグマにちょっと懐疑的な立場の人の本が多いという傾向にありまして。 でそこもやっぱりあのスミスが一体どういった宗教的関心を持っていたのかっていうことを裏付けるものとして非常に重要になってくるわけです。で、従ってスミス文庫を読解することを通じて、一体スミスは何を読んだのかと。で、スミスは一体どういった宗教的関心を持っていたのかっていうことは明らかそれで、世俗化と申しますけど、まあ、まあ、これは簡単に言えば世俗化になるわけですけどでも私は啓蒙時代に世俗化したっていうのは、という見方は若干否定的です。というのも、 啓蒙時代っていうのはね、あのスミスもはじめ多くのスミスはまあ信仰心はよくわからないわけですけど、まあ、それ以外の人っていうのは、まあ、あの非常にキリスト教信仰、熱心な人多かったんですね。だから本人は世俗化してるっていう意図はない,ない,ない人も多かったわけで、えー、むしろ非常に熱心な人が多かった。ただそういった既存の、まあ、キリスト教と社会の関係あり方をめぐる困難を。 考える中からやっぱり結果として後に世俗化として知られる現象が出てきたというその実は非常に複雑なプロセスなんですね。でその実は全部は悲しも明らかにされているわけではないのでやっぱりスミス文っ読解通じてじゃあスミスが一体どういった神学的関心を持っているのかっていうことを知ることが逆説的に近代的決着を知ることをまあ宗教と社会の間での近代的決着を知ることにつながるということです。 でまあ、ざっくりと申しますと、近代人というのは神のもとで生きることに変わります、まあ、人によってこれ違うわけですけどね、今だってそういう人もいるだし、熱心な人もいるんだろうけども、宗教的にね、まあ、大体多くの人は大体もう世の中世俗化が進んだので、えー、かつてよりは、ね、神のもとで生きるということにあまり熱心にならない人が多くなり、代わりにまあ境遇の改善ということが重要になってくる、これが第二のスミス文庫の意義と関係してきます。その前に えー、ヒムのトリーチ・ソブ・ヒューマン・ネイチャーのこれは第一巻の表紙で、これはスミス文庫。で、まあ、ニトベ・キゾースミス・上昇なんて、これ、反抗してますよね。まあ、非常に不粋な反抗ですけど、まあ、当時は、まあ、もう100年前のことですが、こういうことをしたわけ、反抗をしたわけですよね。はい。で、それが第二の意義である、スミス・文庫の意義っていうのは、実は、人類を突き動かすものはに、境遇の改善欲求である。 財産とか地位の向上欲求というものが人間を動かしているものでそれを肯定されるこのことが非常にね重要なことなんです。というのもねあの近代またこれも近代以前以後っていうと非常にざっくりしてますし、まあ、近代以前でもね あの人間の欲望をかいあの肯定する思想はいっぱいあったわけですけども、島中世にもあったってことはね、まあ、最近ではよく研究されているわけです。ただね、社会の数勢として、社会全体としてね、多くの人がそういった人間の欲望を肯定する状態には近代以前はな,なかったわけで,で、近代以後、そういった人間の欲望を肯定するっていうような考え方が、まあ、非常に社会の体制を占める。でそののきっっっかけとなたがやっぱり えー、啓蒙の時代であったわけで,ですよね。でそれで啓蒙の時代っていうのはもう一つ、まあ、あの特徴がありましてそれは、えー、人間が何を求めるかっていうことでそのね発想の転換があったっていうことですよね。で人類を通じた大目標は何かっていうところは生き延べることですよね。人類っていうのは長い間 えー、実は飢餓に苦しめられていたわけですね。で生き延びること、食べ物を手に入れるということが人類を通じた大目標であったわけです。例えば病気だって、近代以前の社会というのは病気に非常に病気で亡くなる方が多かった。それで乳幼児の死亡率の約半分ぐらいの方が乳幼児の間に亡くなると言われておりまして、したがってまあ平均寿命がその結果まあ短くなって、ま、あ 30代とか40代っていう平均寿命はもちろんね大人にまで生きた人はもうちょっと生きたはずなんで平均余命の方はもうちょっと長かったわけですけども以前は平均寿命はそういった形で短いっていうことになっているわけですよねはい、えー、まあなんか,か、えー、まあそういうことでまあ例えば感染症なんかもまあ近代以前の社会はペストですよねでペストとかまあいろんな感染症が流行ったわけですよねでペ、まあ、非常にそれで えー、多くくの方が亡くなったで、まあ近代まあ、最近コロナが流行ってましてねやっとまあ感染症の問題がいかに重大かということを再認識されたわけですそれでも近代に入ってか、まあ、現代に入ってからは感染症がやるということはすごく減、まあ、インフルエンザなんか除いて減っていたわけですよねだけど実は感染症って恐ろしいことだって再認識しかし人類というものは長い歴史を通じてずっとほと、えー、感染症に悩まされ続けた。 であるいは天変地異もそうですよね。現代だって台風とか雪あのこの、えー、最近も大雪がありましたけど、そういった天変地異というものは非常に大きな、ね、人間にとっては最悪なわけですけども、えーまあ、近代以前の社会、よりね、それが大きな人をね、多くの方が亡くなる原因だった。つまり、人類史を通じて、ね、生き延びるということがより大きな目標であったんですけども、資本主義社会っていうのはね、人間のこういった生存というものがやや それ,ぞれに比べるると安定してくるわけですねでそれよりももうちょっと上の目標つまり財産とか地位の向上っていうことが大きな目標になってくるわけです。で例えばまああまり何と、まあ、いうかな技能実習生って人いますよね日本にやってくる技能実習生でまあ彼らは、まあ、例えばベトナムとかに行ったベトナムの方が日本に技能実習生としてやってくる。 でそれはねあの、まあ、境遇の改善っていうことを目標として、ただそれをね、まあ、悪く利用しているわけですよね。それは、まあ、例えば、技能実習生の場合だったら転職が自由にできないとか、あるいは、えー、非常に安い賃金でこき使っているわけでね、実質上、これは、まあ、現代の強制労働と言われている、恥、まあ、ずべきものですけれども、まあ、そういう形で、ねまあ、境遇の改善っていうことをね、悪く、 悪用の欲求を悪く悪く用する場合も、まあ、あるんです、あるし、まあ、あるということですよね。いずれにせよ、そういう形でね、であるいはまあアメリカのメキシコ人とて書いましたけど、まあ、メキシコからまあ非常に、ね、国境を無断で越えたりして、まあ、不法移民としてやってくれる方がいるわけですね。えー、だけど、それらの人はやっぱり境遇の改善ということを欲求しているわけですね。つまり、それぐらい危険な目にあってでも境遇改善したい。 つまり、アメリカとかベトナムに至って、別に生きていけば、最低限生きていけばするわけですね。そうじゃなくって、もうちょっといい生活がしたい。で、これが実は人間あの、基本主義社会について大きな目標で、例えばこれがね、アメリカ人は今でこそ、ね、メキシコ人のそういった不安民に厳しいですけども、そもそもアメリカという国自体がね、まあ、開国以来、特に19世紀に入ってから、世界中から移民を受け入れた。 で世界中から移民を受けられた移民って別にそれはね非常にあのアイリーランドのじゃみたいにジャ,ガイモ病ジャガイモの病気が流行って、えー、本当に食べるにこういこと書いてしょうがなくって場合もあったんですけど多くの場合は実は、えー、最低限生きてはいけると。だからもうちょっといい暮らしがしたいっていう境遇の改善を求めて移民した。でその先でもう少しいい暮らしを手にしてまあ、えー、子孫が繁栄しっていう形で。 19世紀後、19世紀,後まあ、19世紀以前と比べて人口が爆発すると、そういう、そしてまああの人口が現在70億人超という形にな、強という形になってくると、そういう形で非常にまああのあの資本主義社会は変容したと、でまあ、スミスはその点を捉えていまして、それはすでに18世紀ヨーロッパにもこれは生じていたんですね。 えー、スミスが言うのは最低限の低辺の労働者の賃金でも最低限生き延びるだけの賃金は手にできるとで。人類の目標というのは境遇の改善だと。でこの境遇の改善というのは結局他人に注目されるためだと。他人によく思われようと。自分が財産を手に入れたり、自分が地位を手に入れたりすると他人になんか非常に評価されると。でそのために、えー、自分、人間というものは、何ていうかな、境遇の改善しようとする。例えば え先ほどのベトナム人の実習生の場合であれば、まあ、日本に来たらね、非常にまあ危ない目に遭うし、搾取されるかもしれないという可能性は、うすうす感じている方は多い。で、メキシコ人であれば、えー、アメリカに渡るときに非常に危険が伴うことが分かっていると。しかし、それでもわざわざ来るのはね、やっぱり故郷にそれで帰ると、家族というものをの、まあ、もう少し幸せにすることができる。で、つまり他人をね、 他人に対して自分の家族繁栄というかなということをつながることができるということが大きいわけですよ。そういうふうにして、えー、まああの一家の幸せというかまあ、自分の一家がたあの他人よりも、えー、優れているっていうことが非常にた、えー、優れているというかまあ、そういった形でまああの、えー、他人に注目されるということが重要だ。 そういったまあ境遇のそれが境遇の改善欲求ということです。で、境遇の改善欲求というものは競争を見ますで。資本主義は競争が全面化した社会なんですね。で、それまでの身分社会というのは身分に応じて近代以前は、まあまあ、全てではないですよ。まあ大体において身分社会だったんですね。で、まあ、身分社会というのは競争を制限するんですね。つまりこの身分の人はこれしかしちゃいけないですよ。 でところが近代の社会というのは身分社会ではないつまりどの職業に携わってあなたは努力次第だなたはどの職業に携われるんですよという職業の選択の自由があるでその競争原理でもって資本主義はお互いに人の中で人は切磋琢磨してそしてまあ能力をあの能力をよりね、えー、改善するということになるわけですでスミスはそういう形で個人が えー、欲求を肯定するっていうことは、えー、社会において、あのその追求は社会において社会破壊的にならずになされうるということ、これがスミスの人類史的意義だろうと、つまり、えー、資本主義社会というのは境遇の改善欲求で、しか,ししかもそれは、えー、他人からしもねあの、まあ、他人というか社会に破壊的にならずにそういうことができるんだと。 でそれが、まあ、つまり無分社会を否定して自由な競争に基づく、えー、欲求を肯定するよそういった社会をつくる、まあ、肯定したつまり資本主義のイデオロギーを、まあえー、正面から、まあ、あの理解した捉えたっていうことが重要なんだろうとでその場合じゃあスミスは何でそういうことを捉えたのかでそれもやっぱり一部は分かっているわけですから全部分かっているわけじゃないので スミス文化はそういったことも明らかにしてくれるだろうというわけですねで。その起点としては、例えば、ホーブズのリバイアさんという東京大学所蔵の、まあえー、本がありまして、ホーブズは、まあえー、能力人間の能力はみんな平等だと言ったんですね。これは中世の自然法の場合は、えー、人間は能力は人によって異なるとしたんですね。でだから庶民は金儲けしか考えていない。これは金儲けは自分のためだと。それに対して 政治家っていうのはねあのみんなのためにやってると。聖職者はみんな旅活動してる。だから聖職者や政治家、王様王皇貴族や聖職者というのはえら、ー、いと立派であると。で、庶民というのは自分のことしか金儲けしか考えていないかを取ると。だから庶民は聖職者や、えー、王皇貴族に従えっていう、まあ、身分性と道徳的な秩序が一体となっている。それに対してリバイアさんという本はいやそんなことないですよ。みんな平等ですよ とということを前提にしたしかし平等であるからそこそ誰がみんな人が人は他人に従わないという万人の万人とり闘争になってそこから抜け出すためには主権者への絶対的服従で誰かの命令に従うことが必要になってくるというまあビジョンをした,ったわけですね。これれ逆説だったわけですそにに対してまあ人間にはね社交性がある でこれプーフェンドルとハッチスンとかそうですけど、ホーブスは人間には社会性がないとしたんですけど、ただ社会の中で他人と調和的にやっていく人間には、えー、能力があるとしたのがプーフェンドルとかハッチスンで、しかし人間の利己心には制限が必要だという前提なんですね。でルソーといったまあ利己心に基づく競争は不平等や悪徳を無としたわけですで。スミスの意義っていうのは、利己心とか境遇の改善欲求っていうのを肯定的に 肯定しながら、それが社会の破壊にならないことを示したことがスミスの意義なんですね。でそして、それが、まあ、かあのまあ、とはいえ必ずしもスミスもね、まあ、あの全人間がも,うすぐものすごくエゴイスティックでも構わないという立場ではなかったわけですけど、い、ま、や、あ、そういうことがあってで、それがどのような地の知恵によるかを、まあ、スミス文庫は明らかにしてくれます。でこれがホブズのリバイアさんですね。これ、ホブズのリバイアさんという本は、 ホブズの表紙はこれ、ホブズ自身が、ね、あのデザインしたものと言われまして、これ、右側のいろんな書いてある絵、下,に下半分がいろんな絵書いてますけど右が、右半分が教会の権力を表しています。で左半分というものが、えー、と政治権力を表しています。でそ,の右そ,のそれで右,あの右側の教会権力と左側の政治権力、両方を束ねるのが王様であると。で王様の 体は、顔は自分自身ですけども、体はいろんな人からなってるんですね。つまり人から人間の集合が国家であり、そしてまた国家というものは国王が、えー、束ねるって、そういうことを表しているわけですね。ちなみにこのリバイアさんという本は、下のこの下にね、あの、えー、右側の表紙の下にあのビネットと呼ばれる少し飾り文字がありりますよね飾りがあります。 でこれはヘッドバンと言われているものなんですけども、他にも実はね、この飾りが2つのバージョンがあって、海賊版なんですね。で、ベアー版とオーナメント版という2つの海賊版がある。で、それと実はね、微妙に実はね、内容が違っているということが知られているんですね。で、実はこのね、正規の版であるこのヘッドバンって、この版にも実はね、リヴァイアさんはパリでね、 えー、ホブズがいるときに書かれて、それでロンドンに原稿を送ったりしていたので、実はね、あの印刷の途中で実は訂正して直すということをしたので、一つはこのヘッド版というか正規版でもい,いくつかの実は内容が違っているということが知られているんですね。だから、何を言いたいかっていうと、こういったね、えー、ホブズの,、ま、あの例えばリバイスのリバイス、ね、だ現在のリプリントがあればいいじゃないかとかね、あるいは、えー、デジタル版なんて一つね、 あの世界中で一つのバージョンであれば、ね、いいじゃないか。なんでこんなわざわざね、えー、記帳書保管したりとかね、してる手間が必要なんだということを、まあ、疑問視される方もいるかもしれないんですけど、それはなぜかというと、実は藩によって、あるいはあの同じ本でもいろんなバージョンがあるということ、だからまあどの、例えばスミスはスミスで、それが一体ね、スミスの蔵書を通じて保存しておくということは、 スミスは一体どういうバージョンに基づいて、えー、ってんだろうかということを知ることにつながるっていうことですよね。でまあスミスの蔵書の巡った運命っていうことですけどもスミスはまあ死んだあと遺産はおいのいつまりいとこのデビッド・ダグラスに渡るわけでこのダグラスが死ぬ蔵書はバナーマン夫人とカニンがム夫人になると。でバナーマン夫人のものは、えー、とエジンバラ大学に行きます。 カニンガム氏のものは、まあ、いろんなところに、まあ、分かれちゃうんですね。そのうちが東京大学の蔵書の一部がなるということで,で、まああの、全世界で大体2700点がスミスの蔵書だと言われておりまして、でそのうちの約5%が、まああのえー、東京大学の所蔵だと言われております。ただ、この数字以上に重要なコレクションが東京大学にはあります。それが1781年に作成されたスミス自身が 作成を明示した生前のこれはまあこれに基づいて水田洋氏は博先生は、えー、それまでの,あのカタログを訂正して自分の方名前でカタログを出したでこれは水,水田先生によるスミス研究の世界的あの成果として知られておるものですでこれがその表紙です でまあ、スミス文庫の東電特徴っていうのは、まあ、あの先ほども言いましたけど歴史文学哲学博物史旅行記とか、まあ、いろいろねあのいろんなジャンルを含んでいるっていうことです。でスミスの蔵書から見える特徴としては、まあ、要するに経済学者とか道徳哲学者に収まらないっていうことで、まあ、例えば旅行記が多いとかね、えー、あるいは、えー、なんだ、えーまあ、博物史が好きだこれは、まあ高先生が言うでしょうね。 でまあ、あとは、まああの、加えてまあ書き込みの謎と今書きましたけども、えー、スミス自身の蔵書には多数の書き込みがあるんですね、それ、誰が書き込んだかは不明です。で、スミス自身のものとしても、なったら大発見で、そうでなくてもスミスの著作の重要として重要な研究で、これは私、個人のニコラス・フィリプス氏と私とクレグ・スミスさんで、まあ、研究を始めたりもしていまして、それが今後の課題となって、例えばこういった書き込みがある。 そういった形でスミスの同っということもやっぱり今後ね研究の対象として重要であるということを申し上げて私の報告は終わりたいと思います。